はい、みなさん、こんにちは。TOEIC 対策、盲牛チャンネルの盲牛先生です。今回も、i c 900点レベルの単語を8つ見ていきます。で、早速ね、単語をバーッと出していきますので、意味がわかるかチェックしてみましょう。では、いきます。redeem, redeem.secluded, secluded.dwelling, dwelling.perspective, perspective.insightful, insightful.instrumental, instrumental.indispensable, indispensable.marginal. Ind はいどうだったでしょうか全部わかりましたかね、えー、今回はこの8つの単語を例文の中で確認をしていきます。では早速ね、1単語目いきましょう。Redeem。Redeem。はい、この単語ね、意味わかりますかねこれを今から例文の中で見ていくんですが、今から音声を2回流しますので、その間にこの単語の意味と、あとは例文の意味もね、取れるように頑張って聞いてみましょう。では行きます。I can redeem my loyalty points for a free night's stay at the hotel. I can redeem my loyalty points for a free night's stay at the hotel. I can redeemっていうのはですね、クーポンとかを現金に変えたり、現物に変えることを言います。 このロイヤルティポイントっていうのはロイヤルティっていうのが忠誠とか忠実っていう意味なんですけどもこれはロイヤルっていうのが、えー、っと忠誠なとか忠実なっていう、えー、っと形容詞でそれの名詞形ですねであとロイヤルカスタマーっていうとなんか忠実なのがあるお店とかある会社に忠実ななんか誠実なお客さんってことで、まあ、よく買ってくれるお客さんお得意さんってことですねでまあ文脈としてそういう風にロイヤルって使われるのでロイヤルティポイントっていうのはここではまあお客様ポイントみたいな 多分お客様ポイントカードのポイントとかそういうポイントのことですね。でまあロイヤルティポイントにしときますけど、私はロイヤルティポイントを変えることができるんですよ。For a free night's stay at the hotel。そのホテルでのえっ、ー、と無料の一晩のえっ、ー、とステイに変えることができるんですよってことですね。えー、もう一回言うと、私のロイヤルティポイントをそのホテルでの無料での宿泊に交換できますという意味になります。I can redeem my loyalty points for a free night's stay at the hotel. I can redeem my loyalty points for a free night's stay at the hotel. Secluded Seluded The hotel's secluded location, nestled in the mountains, offers guests spectacular views of the surrounding landscape. The hotel's secluded location, nestled in the mountains, offers guests spectacular views of the surrounding landscape. はい、この secluded っていうのはですね、人里離れたっていう意味です。で、the hotel's secluded location そのホテルの人里離れた場所はですね、で、ここコンマでくくられてる部分は nestled in the mountains ってあるんですけど、これは分子構文になってますね。えー、nestled in っていうのは be nestled in どこどこで、どこどこに位置しているっていう意味です。まあ、なので、nestled in the mountains なんだけどねっていう、ここは補足情報ですね。 では、まあこのホテルの,あの人里離れたロケーション、まあこれっていうのはマウンテンの中に位置してるんだけれども、は、オファーしてますよとゲストにですね、何をかっていうと、スペクタキュラル・ビューズ、なんか壮観な眺めをえとゲストに提供していますよと、Of the surrounding landscape、surrounding は周囲ので、まあランドスケープが。 風景とか景色なんで、マワリノエトケーシキノ、マカスバラしーナガメオテケオシすマスヨテコトデスネもうモ回言うと、そのホテルの人里離れた場所は山々の中に位置し宿泊客に、周囲の風景の素晴らしい眺めを提供していますくらいの意味になりますかね The hotel's secluded location, nestled in the mountains, offers guests spectacular views of the surrounding landscape. The hotel's secluded location, nestled in the mountains, offers guests spectacular views of the surrounding landscape. Dwelling. Dwelling. The dwelling is located in a secluded area surrounded by trees and offers a peaceful escape from the city. The dwelling is located in a secluded area surrounded by trees and offers a peaceful escape from the city. はい、この dwelling っていうのはですね、住居とか住宅のことですね、ちなみにこの ING を抜かした dwell っていうのが住むとか居住するっていう意味の、まあ、こういう動詞もあります。 で、文の意味を見ていくと、The dwelling is located. この住居は、えー、is located. 位置していますよ。in a secluded area.secluded また出てきましたけど、人里離れたエリアに位置してますよと。で、surrounded by trees. この surrounded by trees っていうのは、この過去分詞、surrounded が secluded area を修飾してますね。えっ、ー、と、木に囲まれた人里離れたエリアってことですね。で、and offers ここでまた動詞が出てくるんですが、これは and によって offers と is located っていうま術、あ、語同士ですよねこれが2つ結ばれてますまあ、なのでこの住居はオファーしてますよってことですで何をオファーしてるかっていうと a peaceful escape from the city 町からのピースフルなんか穏やかな静かな平穏なエスケープここはあの名詞ですね逃避を提供してますよまあ、逃げることですね街の喧騒から逃げることみたいな感じですかねを提供してますよってことですで文の意味をもう1回言うと この住居は木々に囲まれた一つだと離れた場所にあり、都会からの安らかな逃避を提供しますくらいの意味になります。The the はい、OK でしょうか。では次行きましょう。4単語目です。Perspective。Perspective Pers。はい、この単語の意味ね、わかりますかね。これも例文の中で確認をしていきます。 she provided a unique perspective on the challenges of the project and helped the group come up with a creative solution she provided a unique perspective on the challenges of the project and helped the group come up with a creative solution. で、文の意味を見ていくと。She provided a unique perspective. 彼女は提供しましたよ。なんか独自の観点、見方を提供したと。On the challenges. なんかこう、チャレンジはえっ、ー、と,とか課題ですね。課題に関してですね。Of the project. このプロジェクトの、えー、課題ですね。で、えー、and helped. あ、ここもですね。and が helped と provided を並列しているので、彼女はそして、えー、と助けましたよと。helped the group come up with. あ、ここはですね。help、日と動詞の言 でこのグループが何々するのを手助けしたってことですね。で、Come up w このグルーのは思いつく、考えつく、考え出すことなんで、クリエイティブ・ソリューションを考え出す手助けをしましたよってことですね。まあ、なので、彼女はプロジェクトの課題に関し、独自の視点を提供し、グループが創造的な解決策を考え出す手助けをしましたという意味になります。She provided a unique perspective on the challenges of the project and helped the group come up with a creative solution. はい、前半はここまでですね。はい、それではね、後半も頑張っていきましょう。えー、後半一つ目、五単語目はこれです。Insightful.Insightful. はい、この単語の意味ね、知っているでしょうか。えー、例文の中で確認をしていきます。 the speaker's insightful presentation provided the audience with a new perspective on the industry trends the speaker's insightful presentation provided the audience with a new perspective on the industry trends insight まあ、インサイトはね、あるものに対する、これってどういうものかなっていう、まあ、知見とか、見識、まあ、自分のか考えとか、知識みたいな感じですね。で、それがいっぱいなんで、洞察に満ちた、見識に富んだっていう感じになります。で、文の意味を見ていくと、The Speaker's Insightful Presentation。その、えー、スピーカー、その、まあ、喋ってる人、講演者の、見識に富んだプレゼンテーション。まあ、プレゼンは、provided、提供しましたよ、the audience with、あ、これ provideA with B ですね。まあ、えっ、ー、と、聞いてる人たちに、a new perspective on the e n the straight trends. えっと、この業界のトレンドに関する The speaker's insightful presentation provided the audience with a new perspective on the industry trends. The speaker's insightful presentation provided the audience with a new perspective on the industry trends. はい、OK、でしょうか。ではですね、次行きましょう。えー、6単語目です。イン strumental。イン strumental。はい、この単語の意味ね、わかりますかね。例文の中で見ていきましょう。The CFO's financial expertise and strategic insight were instrumental in guiding the company through the challenging economic period. はい、この instrumental っていうのはですね、役に立つっていう意味です。で、特に instrumental 何々っていう言い方が多いんですけど、instrumental 何々で何々に役立つっていう形で使われます。で、文の意味を見ていくと、the CFO's financial expertise and strategic insight。ここまでが主語です。で、CFO っていうのは最高財務責任者。まあ、日本語でも CFO って言いますけど、chief financial officer のことですね。 で、この CFO の financial expertise 財務的な expertise 専門知識、専門技能。まあ、専門知識ですかね。まあ、財務的な知識であったりとか、strategic insight 戦略的な insight、まあ、洞察力とかですかね。が、えっ、ー、と、war instrumental は役に立ったんですよ。in guiding ガイドするにあたってですね。the company、えー、この会社を through the challenging economic period チャレンジングっていうのはなか難しいとかなんで、難しい、まあ、経済的なピリオド、期間を通して、この会社を、えー、ガイドするにあたって役に立ちましたってことですね。もう一回言うと、CFO の財務に関する専門知識と戦略的洞察力は、難しい経済期の中で会社を導くのに役立ちました、くらいの意味になります。The CFO's financial expertise and strategic insight were instrumental in guiding the company through the challenging economic period. The CFO's financial expertise and strategic insight were instrumental in guiding the company through the challenging economic period. Indispensable. Indispensable. John's expertise in the field of digital marketing has made him an indispensable member of our team. John's expertise in the field of digital marketing has made him an indispensable member of our team. はい、この indispensable なんですけれども、これは不可欠のとか絶対必要なっていう意味です。で、これは実は dispense っていう動詞から来てるんですけど、dispense with〜になると dispense って dispense with〜で〜なしで済ませるっていう意味になるんですね。で、なのでこれは dispense できないから〜何々なしで済ますことができない不可欠のっていう意味になります。 で、文の意味を見ていくと、John's expertise in the field of digital marketing。ここまでが主語で、John の専門知識 in the field of digital marketing、まあ。デジタルマーケティング業界の、まあ、専門知識が、has made him an って言ってるので、メイク、人、何々、人というか、メイク A、B で A を B にするですね。まあ彼を ににしししてててててまますすすす。よよっっこことととでででね。不、えー、不可可欠欠なななメメンンババー、ーー私たちのチームののチムいうことです、まあ、なので文全体としては、ジョンのデジタルマーケティング分野における専門知識が彼を私たちのチームに欠かせないメンバーたらしめています。くらいですかね。John's j of of our the has him in marketing an indispensable expertise field made member team. digital o h n 's expertise in the field of digital marketing has made him an indispensable member of our team. はい、OK でしょうかでは次最後ですね。8単語目です。m a r g i n a l m a はい、この単語の意味ねわかりますかねこれも例文を見ながら考えていきましょう。Profits last month were only marginal.And the margin was so small that any unexpected expense would have put us in the red.Profits last month were only marginal.And the margin was so small that any unexpected expense would have put us in the red. はい、このマージナ l っていうのはですね、わずかなみたいな意味があります。ちなみにマージナ l はこれはあるがついてるんで、えっ、ー、と形容詞なんですけど、それの名詞のマージンっていうのは余白とか、まあ紙の余白ですね、とか余裕っていう意味があります。まあそれぐらいわずかっていうことですよね。 で、文の意味を見ていくと。profits last month were なんで、先月のえーとまあ利益は were marginal only わずかなものに過ぎなかったんですよと。and そして、the margin was so small that ーこの margin これ余裕ですね。 余裕がめちゃくちゃちっちゃかったので、そうざっとですね。そう何々ざっと、何々だからですね。とってもちっちゃかったので、any unexpected expense would have put us in the red ってあります。ここは in the red が、えー、と赤字でっていう意味で、えー、unexpected は予想外の expense 支出、まあ費用とかですかね。まあなんですけど、ここに would have put っていうのがあります。これは would have 過去分子なんですが、これはですね、えー、と家庭法過去完了のまあ形ですね。えー、家庭法過去完了は 主語、would have 過去分詞 if 主語、h a d 過去分詞っていうふうになんか過去完了がここに入るんですけど、もしな、もし何々が何々したら、これ過去の話ですね。何々だっただろう、出会っただろうっていうふうに使えますね。まあ、なんですけど、ここでは if の部分がないですね。まあ、なくても使われることがあります。would have 過去分詞は過去に何々だったでしょうねっていうまあ過程というか、本来とは違う、現実とは違う過程の話をします。 でここではですね、any unexpected expense だったらぐらいの感じですね。えっと、どんな予想外の費用も、would have put us have 私たちをプッ t 置くだろうと置いて、 置くだろううというか置いただろう過去にですね。置いただろうインダレッド。ア赤字の状態にしちゃっただろうねえっとどんなまあ予想外の出費があったら、私たちはインダレッドの状態に置かれていただろうねってことです。余裕がすごくちっちゃかったからってことですよね。なので、文全体としては、先月の利益はわずかなものに過ぎず、余裕が本当に少なかったので、予想外の費用があれば、赤字になっていたことでしょうっていう意味になります。Profits last month were only marginal. はい、OK でしょうか。これで8単語ですねで。8単語全部終わったんですけど、最後に8つの例文を復習していきましょう。今から例文の音声を流しますので、音声の速度で文の意味が取れることを目指してですね、まあ、聞いていきましょう。 I can redeem my loyalty points for a free night's stay at the hotel. The hotel's secluded location, nestled in the mountains, offers guests spectacular views of the surrounding landscape. The dwelling is located in a secluded area surrounded by trees and offers a peaceful escape from the city. She provided a unique perspective on the challenges of the project. And helped the group come up with a creative solution. The speaker's insightful presentation provided the audience with a new perspective on the industry trends. The CFO's financial expertise and strategic insight were instrumental in guiding the company through the challenging economic period. John's expertise in the field of digital marketing has made him an indispensable member of our team. Profits last month were only marginal, and the margin was so small that any unexpected expense would have put us in the red. はい。お疲れ様でした。8つの単語とね、例文の意味分かったでしょうかちょっと難しかったなーって思われた場合は、ぜひですね、動画を戻して何度か音声聞いてみるといいかなと思います。それでは、今回は以上になるんですが、最後に、えー、いつものお知らせです。僕は現在ですね、えーと、メールマガジンを配信しています。このメールマガジンは月に2回配信しているんですけれども、まあ長文を、の読み方の解説をしてる動画をね、えっ、ー、と、配信してますので、もしよければ、えっ、ー、と、この動画の概要欄にリンク貼ってますので、見てみてください。 では、今回は以上になります。今回もね、役に立っていれば幸いです。では、引き続き、ご学習を頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。